너가좋아하는건뭔데알려줘今のは日本語で、君が好きなものは何？教えてって意味です。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。水曜日のレコメンは私、矢吹奈子が担当しています。ここからはゲストと一緒にお送りしていきたいと思います。今夜のゲストはこの方です。こんばんは、本田ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やったー。なこちゃん。本田ひとみちゃん、ひーちゃんが、はい、来てくれました。お願いします。よろしくお願いします。ひーちゃんは AKB としてね、デビューして、うん、私は HKT としてデビューしたんですけど、はい、本当半年ぐらいの差だよね。私が半年前に入って、ね、加入したのがね、うん、そうなんですよ。その後にひーちゃんが入って、うんうん、あんまり関わる機会はなかったね。本当になかったし、うん、もうでも半年先輩ってことを知らなかったから、あ、本当？もう随分先輩だと思ってた。そうだったんだ。そうからね、うん、最初ね、アイズワンで活動するってなった時は、うん、ずっと敬語で話して。そうなんですよ。ね、めちゃくちゃ距離ありました、もともと。そう。で、タメ口の練習とか、ね、したね。したよね。懐かしい。同い年だし、なんかもうタメ口で話していいよって私が言って、うん、なんかタメ口の練習を一緒にしました。懐かしいね。懐かしいね。うん、なんかこうやって二人だけで話す場所ってあんまりなかったかもね。うん、確かに。なんか一緒に番組出るとかはあったけど、うんうんうん、こう二人きりってないね。なかなかなかったかも、ね、初めてかもしれない。初めてかな。あとはあれじゃない、その配信系の、うん、ああそうだね、うんうん、そういう時はあったけど、確かに、ね、嬉しい、今日ひーちゃんと話す。やった、ありがとう。で、さっきちょっと話したんだけど、ね、あの今日の朝、うん、実はひーちゃんとちょっと会って、そうなんですよ、会って、なんか洋服をね見に行ってたんですけど、うん、私が最初に場所に着いたんですよ、うんうん、で、あの別に待ち合わせとかしてないですよ。私もひーちゃん来るの知らなかったし、ひーちゃんも私来るの知らなかったんで、そう私が普通にこれ言うの場所、その場所に、会場というかなんか場所に行って、うん、でスタッフさんがこう案内して案内してくれるんですけど、うんうん、そのスタッフさんと私は一緒にこう洋服見てて、うん、でその後ひーちゃん来て、うん、そのスタッフさんと私で、あ、ひーちゃんみたいな。そうで、なんかそのスタッフさんのことは私分かってたから、うんうんうん、でも隣の人をまさかなこちゃんだと思ってなくて、全然知らない人にめっちゃひーちゃんじゃんとか言われて、え、誰今日いるって知らなかったって言ってたよね、私。そうそう、いるって知らなかったって言われて、うん、あ、なんか初対面のスタッフさんなのにすごいフレンドリーな方がいるなと思って、まあ私も結構深く帽子かぶってたから、ちゃんと見てなかったんだよね、顔をね。そう、うん。なんですけど、服見てるとき結構なんかずっと隣にいるなと思ってて、いや、なんか、この服、なんかどこのブランドなんですかねとか言って、なんかすんごい敬語で喋ってくるから、え、何今日そういうモードみたいな、なんかちょっとストレス溜まって、なんかタメ口も使いたくないみたいな、そんな日なのかもしれないなと思って、私は触れずにいたんだけど、なんかちょっとすんごい気まずい空気流れてて、そう、え、私は全然それでなんか、うん、ブランドのこと聞いてるのに返事返ってこないなと思って顔見たらなこちゃんだった。もうびっくりした。へって言われたもんね。なこちゃんって言って。恥ずかしかったです、そんなことが。でも声は私っぽいなと思ってたんですよ。そう思ってた。いや、面白い。そうなんです。そんなことが朝からありました、今日は。ね、うん。なんか、面白かった。ね、ひーちゃんに久しぶりに敬語を使われました。なんかこの前のラビットの放送の時に、ね、なんか私が芸歴が、21年って言って、そうそうそう、なんかひーちゃんが大先輩だみたいな、敬語使わないとみたいに言ってたから、なんかそのことを考えちゃって引っ張りすぎでしょ。いや、なんか本当に敬語使い始めたのかな、それともなんかただ単に今日はそういう日なのかもしれないなと思って話しかけれずにいたの、私は。でもよかった、うん、あの初版の方で気づいてよかった ね、うん、そうね、なこちゃんっていうのに。よかったよかった、うん、本当に面白かったな。ねー、で初めて会ったのっていつかな、うんうん、会ったので言うと、いやでもこっちは一方的にお見かけしてましたよ。お見かけしてました。でも、うん、会う、本当に実際に会うって言っても、うん、多分 AKB48 グループ、うん、AKB、SKE、NMB、HKT までいた時かな、うんうん、とかの
なんか合同のコンサートの時ぐらいしか、一緒になる機会ってなかったよね。ね、そうだね。で、それでなんか、そのチームエイトのメンバーで、うん、なこちゃんのことが好きな子がいて、なんかその子が、なこちゃんと写真撮りに行きたいけど、一人じゃ行けないからついてきてって言われて付き添いで、行ったことある。楽屋まで来てくれたよね。うん。エイトポーズして、写真撮った。あ、そうそうそう。でもなぜか私がカメラマンで一緒に写真は撮らなかったっていう。ひーちゃんカメラマンしてたの？そう。じゃあその時一緒に撮れてなかったのか、ひーちゃんは。そう。わあ、そっか、ね。だからちゃんと話したのは、本当に、プロデュース48の時とか、うんうん、私のことはいつから認知してくれてたの？あんま聞いたことない。そんなでも明確には覚えてないけど、うん、知ってはいた。あ、その写真撮りに行った時も知ってた？どうだろう。でも、8の、なんか映像というか、結構見てたから、番組。ずっと HKT の時も AKB の番組めちゃめちゃ見てたから。うん、で、サシコちゃん、サシアラさんと一緒に曲とかもやってたよね。うんうん、CM？ うん、うん。車の CM で。充電プリースね。そうそう。やってたりしたから、結構見てた。だから、その、名前と顔は多分知ってたね、ずっと。うん。ただ、どんな子とかまでは分かってなかったけど。あ、そうなんだ。うん、あら、嬉しい。でも、ほんと、アイズワンに、入ってから、なってからは、ひーちゃんと過ごす時間がめちゃくちゃ長かった。ねえ、ずっと一緒にいたよね。うん、宿舎も一緒だったし。うん。ね、活動の時ももちろんずっと一緒だったしね。うん。その、韓国、で、共同生活みんなしてるんですけど、うん、12人のグループだったんで、6人6人で分かれて、宿舎で生活してたんですけど、うん、その時に、ひーちゃんとは同じ方の宿舎で、うん、部屋は違ったんだよね、ひーちゃんと毎回。毎回違ったね。2回。2回引っ越したけど。うん。うんうん。ああ、そうだね。違かったね。部屋は違ったけど、でもさ、結局なんか、リビングで一緒にいる時間が多かったよね、うん、2人で。長かったね。うん、何してんだろう。なんか、なこちゃんは永遠に、なんか、アニメか、まあ、YouTube をずっと見てて、ひーちゃんこれ面白いから見てって言われてたけど、なんか、見てくれないんですよ。見てくれないんですよ、なかなか。でも、なこちゃんのおかげで、なんかその頃、韓国にいた時も、J-POP で今何が流行ってるかとかは知れてたかも。ああ、そうだったっけ？私そんな J-POP聞いてた。ドライフラワーとか、あと、夜遊びさんの夜にかけるとかも、なこちゃんが聞いてたから知った。ずっとお風呂で、なこちゃんのいつも、ソロ公演が始まるんですよ、いつも。恥ずかしいですよ。私、そんなにね、シャワールームで、こう、歌ってる声がそんなに響いてるとは知らずに、いやめちゃくちゃ大音量で音楽かけて、うん、もう、大声で歌ってたから。いや、毎晩幸せでした、私はもう。もう、恥ずかしいよ。可愛い歌声をね。しかも、ひーちゃんの部屋が、その、引っ越した後の、ひーちゃんの部屋が、ほんと、ね、お風呂の的なりなんだよね。的なりだった。もう。そう。だから夜中とかも歌ってたはずだから申し訳ないと思って。絶対ひーちゃんいろいろなんか言いたいことあっただろうなって思う。全然全然。でもまあ言ってくれてたもんね、結構ね。うんうん、だから。そうね。でも変えないけどね、私多分。結構大きい声で歌ってるね、みたいに言ってくれるんですよ、一応。だけどね、それ変えれないんですよね、いや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 。うん、ね、でも本当にお互いいろいろ。ね、うん、言い合える仲なので、うん、いや、そこまでの仲になるなんて思ってなかったから、ね、いや私も思ってもなかったな、ね、うん、でも嬉しいなんか、うん、し、うん、その日本に帰ってきてからグループが違うからあんまり会う機会って少なくなったじゃん、ね、その元、うんうんうん、そのアイズワンの時に比べたら、そうだよね、毎日いたから一緒に、そう、アイズワンの時毎日いるのに。なんかすんごい話してるんですよ、二人で。そう、本当に話が好きなくて。なんでだろう、何をそんなに報告し合ってんだろうってぐらい、だってずっと一緒にいるのにね。そう。ほぼ24時間ずっと一緒にいるはずなのに、うん、話足りないんですよ、なんか。そうなんです。だから日本で、うん、ね、本当に会えない期間が増えると、うん、もうずっと喋ってるよね。そう、会った時。なんですけど、お互い全然 LINE しないんですよね。わかる。連絡は取り合わない、全然。なんでさ、連絡あんまり好きじゃないタイプなのかもね、うん、二人とも。そう。なんか、なこちゃんは結構、地球の反対側にいるのかなってぐらい、返事が遅い。だから、こう、直接会った方が、いろいろ話せるよね、はいはい。そうなんですよ。ね、私ね、LINE 溜めちゃうからね、ダメなんよ。本当に、うん、先週、ゆきりんさんにも。そうなの？そう、なんか、うん、韓国に、うん、あ、福岡の、にで、うん、
HKT として活動してる時も、うん、なんか回り回って東京までその話が来てたって、その LINE しないっていうことが、あ、そうなのって言われた。いやだから本当に心配になっちゃうことあるもん、たまに。あれ大丈夫かな、元気かなって。元気にしてます一応、ね、じゃあ私たちは定期的に会う方がいいみたいですね。会った方がいいね。うん、そうだね。でも、うん、この前、うん、いつ会ったっけ？でも最近じゃないか。最近会ったやん。あれ？いつ？え、嘘でしょ？え？一緒に行ったやん。どこ？あそこ行ったやん。一緒に。ああ、そのお仕事じゃなくて。仕事じゃなくて。うん、お仕事じゃなくてよ。てうん、お仕事では。プライベートだと、あの時以来じゃない？え、もう1年前とかじゃない？え、そんなに前だっけ？だって夏だったよね。散歩してたの夜だって。確かに。懐かしい。そう、ひーちゃんと、夜ご飯食べに行ったんだよね。そう、夜ご飯食べに行って。なんか、野菜巻きみたいなところ行ったよね。串巻きみたいなとこ行って、うん、博多の。懐かしい。行って、なんかの、飲み足りないねって言って、私の家来て、私の家で飲んで、うん、で、なんか、酔い覚ますためになんか散歩したよね。そうめっちゃ二人超ハイテンションでさ。そう、お酒飲んだ後に、うん急にね、なんか散歩したいねってなって、散歩しながら、うん、なんか、その結構人が多い通りだったから、うんうんうん、なんかそのお仕事の話とかしてて、聞かれたらまずいかなって、うん、なんかバレても嫌だなって思って、韓国語で話してました。あ、そう。誰にも聞き取れないだろうなって思って。まあでも今 ね。今ほんと観光客の方多いからね。多いし、日本で多分韓国語勉強されてる方も多いからね。多いし、ね。どうなのかわかんないけど。そうだね。懐かしい。ねえ、ほんとに。ねえ、ちょっとまた、ね。行こう、ご飯。ね。そう、プライベートで、ね、うんうん、会う機会どんどん減ってきちゃうからね。ほんとだよね。お互いこう。仕事が前はさ、うんうん、いつも同じスケジュールだったけど、うんうん、今違ったりするし、ね、ひーちゃん今日、うん、発売日だもんね。あ、急にそうなんですよ。そうなんです。今日ほやほやです。うん、まあでも後で、お流してくれた。ありがとうございます。嬉しいわ。そう、また後でじゃあ、うんうん、これ曲についてはお話ししますか。はい。うん。もうちょっと話していいのかな。うん。お、なんかじゃあ、うんうん、韓国にいた時に。うんうんに、なんか一番印象残ってることってある？私とのことでもいいし、うん、他のことでも全然。なこちゃんと、でも本当にさ、休みの日も一緒にさ、うん、買い物行ったり、うんうん、あれじゃない？なんだっけ、なんか、外の、なんかコエクスの、外の、うん、なんかフード祭りみたいなの一緒に並んだり。懐かしい。冬だったね。うん、なこちゃんとあとどっか行ったっけ？でも結構ね、いろんなところ行ってるはず。最初、の頃に、うん、チェヨンちゃん、イチェヨンちゃんと一緒に、3人で本で行って、そうだ行ってなんか、初めてこう、韓国を楽しんだ気がする。その時なんか初めて休みをもらった時に、そうそうそう。行って、でなんか、チーズタッカルビ食べに行ったんだけど、うん、なんか、家帰ってきたら、エプロンつけたまま帰ってきちゃってて、店の。そうだったっけ？そうだよ、めっちゃ覚えてる。そう、お店のエプロンつけたまま帰ってきた。恥ずかしすぎるでしょ。そう、それがすごい覚えてるな。懐かしいね。あとは、あと何したっけ？なんかさ、何したか覚えてないけど、うん、ずっと一緒にいたよね。そう、本当にそう。あと、スーパーよく行ってた気がする、一緒に。スーパーめっちゃ一緒に行ってたよね、買い出しをさ。うん買い出し担当してたね、結構。買い出し担当してて。懐かしい。ね、あとは、うん。なこちゃんの買ってきたものの、賞味期限が切れそうなものを私が食べるっていう。そうだ、そうだ。やってたよね。ひーちゃんね。そう、めっちゃ。冷蔵庫チェックがすごいんですよ、ひーちゃん。賞味期限チェックが私すごくて、なこちゃん、これあと2日で切れちゃうからね、って言って、当日まで言う。うん、そう。でも、なんか私とかは、その食べる気分にならなかったりしたら、うんうんってなって結局賞味期限まで行っちゃって当日にはでひーちゃんが私食べていいって言われてそれ待ってたみたいで、ね、なんか、うん、でも、うんうん、そうねカニカマとかね懐かしいねサラダチキンみたいなのねなんか一応、うん、そのやっぱ6人とマネージャーさんも一緒に住んでたから7人か一、うん、つの家に7人住んでたんで、うんこう、冷蔵庫のものも、やっぱこう、自分のものは自分のもので分けたいじゃないですか。うんうん、なんか場所をね、作ったり、ね、なんか一人の子は箱、なんていうんだ、透明のプラスチックの箱で、自分の
この中に入ってるのは自分のものですみたいに分けてやってたよ ね。私は野菜室の左側で、なこちゃんが右側だったよね。うん、そうそうそう。そういう感じで分けてたんだけどね。だから、勝手に食べられるはそんなになかった気がする ね。確かに。その喧嘩はなかったね。ひーちゃんとね、あんま喧嘩してないかもしれない。てか食べ物の好き嫌いがもう、真逆すぎて、うん。ね。合わないよね。合わない。からご飯食べ行くときはいつも何がいいかちょっと迷う。迷うね。うん。でも逆にプラスで言えば、私が食べれないものひーちゃん食べてもらえるし。確かに。ひーちゃん食べれないものあったらそれを私食べれたりするんで。うんうんうん。それいいね。取り合いにならないしね。うん、そうね。うんうん。でも毎回確かに何食べるか迷っちゃうね。ねえ。また行きたい。ねえ、ご飯行こう絶対。一旦すぐ友達のトーク普通にトークでした、ごめんなさい、ラジオ忘れてた。はい、お話はここまでということで、はい、この後もひーちゃんとお話ししていきたいと思います。はい、レコメン。この時間は三話シャッターポケットカード集英社の提供でお送りしています。今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。ヤムキナコのレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。11時台は AKB48 の本田ひとみちゃんとお送りしています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、韓国でのお話とかもしていましたが、うんうんうん、ひーちゃんは、はい、今所属している AKB48 のニューシングル、はい、どうしても君が好きだが、本日、発売ということで、はい、おめでとう。ありがとう。おめでとうだ。イェーイ。はい、そうなんです。どんな曲か紹介してもらえますか、うん、はい、そうですね、こちらの曲はもう聴いていただければ分かるようにも、うん、ザ・王道アイドルソングという感じで、うん、こう歌詞は青春の1ページみたいな感じで、こう切なさだったり甘酸っぱさもこう含まれてる青春恋愛ソングになってます。いいね。そう、今回振り付けも、うん、こうすごく私がもうめっちゃ好きって感じのダンスなんですけど、うん、こうチームエースのさくらさんという方に作っていただいたんですけど、うん、こうなんだろうな、16人全員でこう作り上げるフォーメーション、うん、なので本当にもう引きのカメラで全部撮って見てほしいっていうぐらい、もう芸術的美しい振り付けになってます。うん、うん、いや、うん、ミュージックビデオも制服着てるし、そうそう、あの音楽番組でもね、うん、いろんななんか制服のアレンジなのも可愛い、めっちゃ、うん、毎回今回から衣装を変えて音楽番組に出てる、うん、うんうん、すごいよね。ちゃんとメンバー一人一人さ、ね、その特徴を捉えて、うんうん、形が作られてるのが、ね、もう毎回衣装アカウント見ちゃうもんね。ねえ、で毎回本当に自分の名前が入った衣装をいただけるって本当に嬉しいことだなっていつも思います。うん、いや、ね、先週ゆきにんさんから CD いただいたし、そう、ね、うんうん、そう、ひーちゃんとも、そう、ラビットの生放送の時にそうもらったんだよね。そう、だからもう私2枚あります、嬉しい。え、違うバージョンだった？違うバージョンだった。あー、よかった。そう、それだからよかった。よかったよかった。いや、なんか、うん、なんか久しぶりになんか、初めてか。もらうことある AKB のっていうのは初めて、うん、そうだよね。アイドルさんはあったりはしたけど、うん、嬉しかったです。しかもひーちゃんサイン入りで、あ、そう、メッセージもちゃんと、はい、嬉しい。なんか不思議な気分に、不思議だった、なこちゃん、うん、って書いて、うん、そうだよね。はい、ということでリスナーの皆さんからもメールが来てるみたいなので、はい、読みますね。はい、ラジオネームオムロンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なこちゃん、ひーちゃん、こんばんは。こんばんは。アイズワンの活動を終えて日本に帰ってきてから、二人ともめちゃくちゃ忙しく活動されてますよね。ファンとしてはめちゃくちゃ、まずはめちゃくちゃって言っちゃったファンとしては嬉しい限りですが、やっぱり二人にお休みもあげてほしいと思ってます。以前二人でライブ配信をしていた時に、旅行に行きたいねと話されてましたが、はい、どこか行くことができましたか？行けてなければ二人でどこに行きたいか聞かせてほしいです。お二人のマネージャーさん、お休みをよろしくお願いいたしますマネージャーさんへのお願いまで書かれてますね。いや、マネージャーさんへの視聴率が 100% だった今みんなバッて見てたね。でもさ、二人でやっぱ行きたいって言っててさ、なんか
鎌倉行こうねみたいなずっと言ってたよね。ね、うんうん、いつの話それ。いや1年前くらいよね。結構前それ。そうだよね。いや行けないね。行けてないね。だから連絡取らないから。そう、連絡取らないんです。だから今日終わったらね。ちょっと、そうね。じゃあ休みをお互い送る。お仕事を作ってもらって、うん、そこで計画立てて。確かにそれいいね。その次の日休みにしてもらったりしてとかね。どこ行きたい？でも、うん、この前、うん、一緒にひーちゃんとロケに行く機会があって、うんうんうん、その時に一応二人で同じお部屋には泊まったんですよ。そうそうそうね、だからその時久しぶりになんかこう二人でいっぱい話しながら、ね、うん、お酒も飲んだし、そうですね。そう、うんうん、楽しかった ね。どこ行きたい？行けるなら。どこ行きたいかな。これから夏だからな。うん、あったかい時やっぱ海行きたい。おー、海、国内、うん、本当は海外行きたいけど。そうだよね、うん、でもあの韓国のペンションとかもいいね。綺麗な景色見えるペンション、うん、プール付きのとか、うん、最高じゃん。絶対いい。いいね、うん、行きたい。いや行きたいね。韓国行きたいよ。なんかプライベートで行ったことないね。一緒にとかないもんね、絶対、うん。続いて、はい、東京都ラジオネーム、今日からやぶきなコンコルゲンさん、ありがとうございます。はい。つかない名前。なこちゃん、ひーちゃん、こんばんは。こんばんは。以前、ひーなこでお酒を飲んだという話をしていましたが、はい、お酒を飲むと、二人はどんな感じになりますか？ですね。はい。なこちゃんは、ずっと笑ってますね。ずっと笑ってるし、はい、なんか私があんまり飲んでないと、ひーちゃん？ちょっと？って言ってきます。じゃあ、ひーちゃんね、ペース多分めちゃくちゃ遅いよね。遅くない？いや、この前さ、私さ、そか、この前私が結構飲んでたら、なこちゃん全然進んでなくて、ちょっとなこちゃんどうしたのって言ったよ、ね。お互いがね、なんか同じぐらいのペースで飲みたいんだよね。そう。なんですけど、ね、そう。なんか、この前はね、ひーちゃんはヘニャヘニャしてます。なんかヘニャヘニャになる。なんか、ほんと多分体もなんかもう多分関節が緩んでる。いやいや、関節が緩んでる危ないでしょ。なんかほんとに、へにゃへにゃしてる。あ、でも、うん、でも、30分ぐらい経つと普通にならない？また。こういう感じになんない？あ、急にね、スンってしだすんですよね。そう。いやでもそれは、なんでなんだろう。なこちゃんがへにゃへにゃしだすから、あ、これは私がしっかりしないとダメだって。うん、でも家で飲んでることが多いよね。うん、そうだね。のになんかそうなっちゃう。なんかで、どうせ、あの、なこちゃんは泊まって帰るのに、なんか、ちゃんとしなきゃって思っちゃう。でも、私もかも。ひーちゃんが、へにゃへにゃしだすと、うん、ちゃんとしなきゃってなるんで、なんか、どっちかしか酔ってないよね、いつも。そう、そうなんですよ。一緒に酔ったことがないです。ね。ね。確かに。一緒にへにゃへにゃしてみたいですね。怖いですね。怖いけど、どうなるんだろう。ね。この前、うん、一緒にいた時、その1年ぐらい前の時さ、うん、写真なんか撮ってたよね。あ、撮ってる。でもあの時は多分2人ヘニャヘニャしてたんじゃない、うん、確かに、ね。覚えてはいたんですよ、写真撮ったことは。でも次の日起きた時あれって言ってなかったっけ？ひーちゃんは言ってた。でも私覚えてたけど、なんか変な顔して撮ってたよね。こういうのね。私変な顔するんですよね。なんか写真撮られる時。ね、楽しいな。うん、まあ、お互い。笑ったりヘニャヘニャしてますということで。そうですね、結論。はい。はい、続いて、うん、山梨県ラジオネーム、坂みゅんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひーなこさんと同級生なのですが、二人とも朝の生番組でもキラッキラ可愛くてさすがだなと思っています。質問なのですが、はい、現在21歳のお二人が、メイクやヘアケア、スキンケアなどで一番気にかけている部分はどこですか？また、それぞれコツなどあれば教えてください。ええー、ひーちゃん髪じゃない？髪かも。今はね、暗くなったけど、ずっとハイトーンだったもんね。だから、もう毎月のように、ブリーチしなきゃいけなかったから、うん、それがすごい大変だったけど、今すごい楽になった。暗くなったから、ちょっとプリンでも、結構ファンの方の中でも、プリン警察隊がいて、ちょっと、根元が伸びてきたら、うん、ひーちゃんちょっと伸びてきたんじゃない？っていう警察官がめちゃめちゃ、そう。こんな言ってくる人いるの？もうかなりの頻度で出動してくださるので、うん、私全然出動しないかもな。気が引き締まってたんですけど、うん、でも髪色暗くしたからちょっと目立たなくなって、まだ言われてないです。まだ捕まってない。ああ、よかった。もう、うん、よく見るとプリンなんですけど、うん、プリン実際に見るとちょっと、実際見るとなんですけど。でもね、わかりづらいね、確かに暗いと。ね、でも。みーちゃん暗いの久しぶりに見たね。うん、いいね。なんか暗いのも暗いので。うん。ほんと、どっちが良かった？どっちもいい。
どっちでもいいじゃなくてどっちもうん、どっちも。あ、よかった。安心しました。なんかね、はい、あの、明るいのをずっと見てたじゃん。うんうん、だから、なんか、珍しいってなったのね、最初。うんうん、だけど、あの、ビオレターの時ぐらいにも、うん、そのぐらいの色にしてたよね。下下その時のね、ひーちゃんも好きだったから、そう、なんか久しぶりにその時みたいな髪色見れて嬉しいと思った。あ、じゃあ結果いつでも好きってことですね。はい。100点満点の回答ありがとうございます。嬉しい。はい、ね、でもなこちゃんは何にこだわってる？何にこだわってるかな？なんか特に、そのすんごい、こだわりってわけではないけど、うん、何でもちょっとはしてるって感じ。何でもちょっとはしてる。そう。なるほど。お風呂上がりにすぐ化粧水、うんうん、もう10秒以内に化粧水みたいな。で、ちゃん美容液、乳液、普通のことですね。で、髪の毛も乾かす前にオイルつけて、乾かしてからオイルつけるとか。なこちゃん結構髪乾かすのね、時間かけてやってたよね。そうなんだよね。そう、だから髪こだわってるかもね、意外と。ああ、そうなのかな。でも、結構ね、私、バッてなっちゃうんですよね。特に今日も雨で、そうだよね。湿気でやられちゃった。結構そういう人多そう。意外と私今、3回ブリーチしてる髪があるんで、でもその割には、って感じかな。確かに。すんごい切れ毛がやばいです、ね。だからケア頑張んないとって思って。おしゃれにはね、ケアがね、大事ですからね。そうだね。うん、え、終わり？え、終わり？さっき来たよ。え、え、今来ました。嘘でしょ？え、本当にですか？早くない？まださっき挨拶したばっかですけど。あれ？え、早すぎる。一応30分。一応30分経ってるんです。はい、いや。怖い、怖い。びっくりした。ええーね、あっという間すぎて、まだ話し足りないけど。話しい、ね。じゃあ、ひーちゃんから何かお知らせがあれば、はい、お願いします。はい、そうですね。改めまして、本日4月26日に発売になりました、AKB48、61枚目のシングル、どうしても君が好きだ、が、発売になりました。皆さん、たくさん、聞いてください。そしてですね。はい。今月末、4月29、30日、2日間にわたって、ピアアリーナ MM で、AKB の春のコンサートも実施されますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、はい、最後はこの曲でお別れです。はい。みーちゃん、曲紹介お願いします。はい。アイズワンで、プリティ。今回のゲストは、AKB48 の本田仁美ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。伝えなきゃいけないじゃないですか。耳でしか聞こえないから、モノマネモノマネできたらいいなみたいな。できるかな。なんだ練習中ですか。ジャイアンおいのみた、野球しようぜ。あ、ちょっとあんまりでした。まだまだでした。すいません、もうちょっと練習してきます。文化放送、矢吹奈子のレコメン。
文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。CM の後はモデルのぬくみめるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルームです。文化放送、矢吹奈子のレコメン。みんなでアイス食べながらレコメン聞いて楽しい夜にしましょう。文化放送をキーステーションにお届けしている矢吹奈子のレコメン。今週もめるるのハッピースルーム。最初の方に急に2日間のお休みができたらってお話しされてたんですけど、私は寝っとくかな。絶対お家から出ないだろうなって思いました。だって急ですよ。なんか私準備にめっちゃ時間かかっちゃうんですよね。どこ行くかなって考えてたら1日が終わるんで。もう1日はもう潰れました。で次行くよってなったら準備する時間ないじゃんってなって、荷物も準備したいから。だから私結構時間必要かも。前々から教えてもらってたら、その日に向けてどこ行くとか決めて、準備もしてってできるんですけど、なんかパッパって行動できないかもしれない。誰かね、なんかそういうガイドさんじゃないけど、友達でそういうのをパッパってやってくれる方がいれば、ついていくとか、そこの場所を調べるとかはできるんですけど、急に2日間だったら私は家にいそうですね。はい。ということで、来週からめるるさんのドラマが日グラ始まるってことで楽しみですね。はい。それではここからはこちらのコーナーです。おも。おもは、えとかあらなど驚いた時に使う韓国語。私が思わずおもと言いそうなエピソードや豆知識を皆さんに送ってもらって、その驚き具合をおもの数で判定していきます。それでは紹介していきましょう。東京都たんもち1号さん、ありがとうございます。なこちゃんこんばんは。こんばんは。先日なこおたと北海道行きたいと話していて、北海道といえばカニのイメージがあったのですが、カニについて調べたところ、実はタラバガニはカニではなくヤドカリの仲間だそうです。ヤドカリが食べられることにまず思うとなりましたが、なこちゃんはこの事実を知っていましたか？知らなかった。思うですね、これは。カニじゃないの？タラバガニって言ってるのにですか？びっくり。ヤドカリ？じゃあ食べてた、私たちはヤドカリも食べたことあったってことですか？それは結構重ですね。80重。重。はい。いいですね。知らなかった。続いて、宮城県ラジオネームおみくじあたりさん、ありがとうございます。何気なく剣玉で大皿から小皿に乗せるのを8回連続でできました。もしもし亀よの大皿から小皿？逆、裏ってことですよね、だから。難しくないですか？もしもし亀よの下の方と大皿だったら簡単だけど。90オモ！オモ！いやー、私、剣玉練習したいんですよね。ちょっとやりたい。めっちゃ今やりたい。買おうかな。どこに売ってるかな。どこに、買っといてくれるんですか？ラジオで剣玉やるんですか？大丈夫そうですかね。音を楽しむ。確かに、ASMR 的なね。いい音なりそうですもんね。なんか、HKT のうんじょうひろなちゃんっていう子が、剣玉のなんかすごい技を教えてくれて、ちょっとどうやってやるのかちょっと、あんま見たことない技だったんで、ちょっと、すごかったんですよね。それを、練習したいと思います。披露できたらいいですね、ここで。ここで音を楽しんでもらって成功したかもわかんないですが。はい。ということで続いて、長崎県佐世保市ラジオネームレトロのカモメさん、ありがとうございます。大学の先生に借りた本を半年以上返してません。おもおもってなるよ、これは。100おもおも。なんか確か驚き具合って言うとあれですけど、なんかこんぐらいおもってなります、めっちゃこれ。大丈夫みたいな、なんか。うわぁ。半年以上？大学の先生もそれ忘れてんじゃないですか？何も言ってこないんですかね。
面白半年以上でもそれ覚えてるってことは本人は自覚あるってことは返しましょう返してあげてくださいあラストということで熊本県ラジオネームピーチの妖精さんありがとうございます。銀行のキャッシュカードを落として家に帰ってきた汗重え大丈夫大丈夫ですか。え見つかる見つかる。これは警察に行ったら見つかりますかね。交番に誰か届けてくれればいいけど、なんか日本ってそういうの結構届けてくれるイメージがあるんですよ私の中で。ねえだからどう大丈夫かな。そういうの見つかるといいな。75も75なこ心配がちょっと15ですね。いやー心配ですね。見つかることを祈っときます。はいということでこんな感じで私が思わず思うと言いそうなエピソードや豆知識を募集してます。メールの件名にカタカナで思うと書いて送ってください。よろぶねめいきだりごしすみだ。あなたからのメール待ってます。ということでここで一曲、この間日本でもライブがありまして、さっきめるるさんも参戦されたとおっしゃってましたね。ブラックピンクでシャットダウン。Program is recommend of Naku Yabuki. Please enjoy. Thank you. Yabuki Naku のレコメン、羊文学のフールを聞きながらエンディングのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞き直すことができます。今日はね、ひいなこトークがたくさんありましたから、また聞きたいという方はぜひラジコのタイムフリーからどうぞ。この後深夜0時からは今井大地さんがパーソナリティを務める今井大地のレコメン。0時5分頃からはキスマイフット2キスマイレディオ。今回のパーソナリティは二階堂隆さんです。0時35分頃からはキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンをお送りいたします。引き続きレコメンをお楽しみください。キスマイの二階堂さんとはラジオで、他のラジオで今共演させていただいてるんですけど、よくナコ娘って呼ばれてて、私はニカさんって呼んでるんですけど、いじられますねたくさんいじられてます。可愛がってもらってますねありがたいです。そして今日新曲も解禁されるということで、そちらも楽しみですね。皆さん楽しみに待っててください。そして明日のレコメンはミルクの吉田ちんとさんが担当です。明日は青春してるなぁ&青春なんてクソ食らえというテーマでメールを募集しているそうです。そんなどっちも受け付けてるんですね。いいですねそれ。なんか青春なんか流行りなのかな。さっきめるるさんもなんか話されてましたけど、いいですね。みんな青春味わいたいのかな味わいたい季節ということで、はい、皆さんメール募集されてるそうなので楽しみですね。そちらも送ってくださいたくさん。ということで矢吹奈子のレコメン第5回目の放送でしたが、今夜の放送は皆さんいかがでしたか。どうだったかな。いや1ヶ月経ったのか、もう早い、あっという間です。本当に。で私最初始まった時になんかゲストの方どうしようって、私友達いないから誰も呼べる人いないんじゃないかってすごい心配になってたんですけどね、ありがたいことにたくさんの方が来てくださって、来週の5月3日の放送はニューヨークのお二人が来てくださいます。嬉しいですね。ニューヨークさんとそうですねロケではご一緒させていただいたりして、その移動の車で、まあ、たまに一緒の車になる時があるので、その時とかはお話しするんですけど、こうやって面と向かって一緒に喋るっていうのは初なのですごく楽しみにしてます。それでは、今井さんがいらっしゃいます。
ました外にすごいパン食べてる自由ですね、いいですね。じゃあこの後の今井大地さんのレコメンもお楽しみにということで、それでは私とはまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は矢吹奈子でした。また来週。